ホセマリアでアレールサイ・マルティネス・ローダスは、スペイン・ビスカヤ県、ポルトゥガレテ出身の政治家、エンジニア、外交官。1975年から1976年には、外務大臣を務めた。アレールサケは、スペイン・バスクにおける、ブルジョアの中心的な家庭だった。父親のエンリケでアレールサ・アレギは、外界であり、バスルト、ゴルリスなど、 複数の自治体における病院の設立者でもあった。1909年、ホセ・マリア・デ・アレールサは、ビルバオ郊外のポルトゥガルテに生まれ、サラマンカ大学で法学を、ビルバオ高等工科学校で産業工学を学んだ。スペイン内戦中の1937年6月には、フランシスコ・フランコを中心とする反乱軍によって、ビルバオが占領されたが、 27歳のアレールサは7月21日に反乱軍によってビルバオ市長に任命され、声明でホセアントニオを挙げ入れを非難した。1938年2月24日まで市長を務めている。スペイン主義とバスク地方意識の強い政治家であり、内戦後にはバスク地方がスペイン経済の支柱となるように努めた。内戦終結後には長らく外交官を務め、 1947年から1950年には在アルゼンチンスペイン大使としてブエノスアイレスで1954年から1960年には在アメリカ合衆国スペイン大使としてワシントン DC で1960年から1964年には在フランススペイン大使としてパリで勤務したフワンカルロス一世の父である バルセロナ博夫案の政治秘書官を務めたこともあった。フランコ氏後の1975年12月11日、フアンカルロス一世の下で初の外務大臣に就任した。外交官だったアレエルサは、スペイン国外での受けが良く、応答派だったものの、反体制派からも一目置かれていた。1975年のフランコ氏去後に国家元首となったフアンカルロス一世は、 1976年に、アリアス・ナバーロ首相の後継者となる首相を初めて選出した。アレールサは、マヌエル・フラガイリバルネ、フェデリコ・シルバ・ムニョスと共に、首相の最有力候補と目されたが、結局若いアドルフォ・スアレスが首相に就任した。フアン・カルロス・一世は、スアレスを首相に任命するにあたって、 政治家としての能力を高く評価していたアレールサを入閣させることを要請したが、アレールサはアリアスナバーロ内閣の解散とともに辞表を提出し、スワレス内閣に入閣することはなかった。1976年にはピオ・カバニリアスと共に国民党を設立し、この国民党は後に民主中道連合の一部となったが、アレールサ自身はスワレスと対立して、 シー度を離党した。1979年には民主同盟の一員としてマドリード県選挙区から会議員に選出された。1981年には欧州議会の議員団代表となり、1987年にはレアルアカデミアエスパニョーラの一員に選出された。アレールサは生涯に3000以上の新聞記事と12冊の書籍を執筆した。 ありがとうございます。